でもウェーバーこれよりきついわけでしょ。皆さんうなずいてらっしゃいますね。そう、聞くとさ、ウェイト、ウェイトでいいよ、ウェイトでいいって。ウェイトはね、ウェイトは俺はできればあんまりプライドがちょっとすごいんですよね。頭のプライドが。でもこれは全然間違ってなくて、あのウェイトでやってもらって全然いいのよ。そのためにウェイト用意してるの。もちろんもちろん、そうですね。たださ、じゃあそのなんで ATB あんのっていう質問に俺は答えたくないの。だから俺はアクティブでやり続けると決めてるのポリシーですね。それはね、これが面白いからだよっていう、プライドの部分が。どうでしょう。はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は第26回公式生放送、観覧者として楽しんできたので感想をお話ししていきたいなと思います。はい、ということでですね、あのまあ事前の、僕のツイートだったり、動画とか、まあ、様々なところでね、観覧としてその抽選に当選したよっていうお話はしてきたと思うんですが、実際にその僕がね公式生放送に、まあ、行った時の、まあ、感想っていうところでやっていきたいなと思ってるんです。で、もともとちょっと企画としてね、どうせ行くんだったらガチ勢の方とかね揃ってるんで、そういったところでちょっと一言インタビューみたいなしたいなと思ったんですけど、ちょっと、まあ、この後お話しする理由でなんかボロボロあってトラブルやら、ちょっと思っていた会場じゃなかったりとかいろいろあって結局全然実現できなかったなので、ね、この動画を見て皆さんに非常に申し訳ない、非常に申し訳ない気持ちしかないんですけど、なので僕のただのこれは日記ですただ僕がその日起こったことをただつらつら語ってくだけの動画になると思うので、まあどこに需要があるかわかんないですけど、一応ね、まあこと細かにね、その時その日何が起こったか何があったかっていう話をしていこうかなと思っております。で、最後にちょっとさすがに何かしらね、何かしらガチ勢の方とね話す機会もあったので、何かしらの形で残したいなと思って、居酒屋で最後ね打ち上げみたいなオフ会みたいなやつやってたんですけど、トークの隠し撮りしといたん で許可はいただいてきました、本人に。もちろんね、もちろん本人の許可いただいたし、タケさんとかにもね写真の SNS のアップとか大丈夫ですかって聞いたら、あ、僕は全然フリー素材なんで全然大丈夫ですというねこうお言葉もいただいたんで、こうして写真も掲載させていただいてるんですけど、そう、あと僕自身もね、あと会場で僕に話しかけてくれて、一緒にね写真お願いしますって言ってくれた方も何人もいたんですが、全然その写真を各種 SNS にアップしても全然大丈夫なので、ぜひね皆さん、僕と写真撮った方はね、ツイートなり、まあ、何でもいいですけどやってみてください。はい、ということで、まあ、面白みのない動画かもしれませんけどね、僕の話をひたすら聞くだけなんでね、まあお暇な方はぜひねラジオ感覚で聞いてみてほしいなと思います。ということで、まずその日の朝からお話するねとりあえずその日のまず生放送のその会場時間が19時だったんですよ。渋谷の某所だったんですけど、渋谷某所の19時会場で、開演が8時からっていうことだったん でそれまでに僕の頭としてはその朝の段階ではね、早めに行ってそのガチ勢さんとかね、まあ、会場にいる皆さんとちょっとインタビューとか動画とか撮れたらいいなと思って、まあ会場7時ですけど6時台ぐらいにはもう渋谷行っときたいなみたいな話で、そこからですね、僕はもう早めにね、何があってもいいように先にもう先んじてとりあえず東京へは行っておこうと思って、昼から12時過ぎにはもう僕東京駅に行きました。で、午後のね半休を取った、まあ僕の動画ではおなじみのねアンさんっていう女性プレイヤーの方がいるんですけど、その方と合流して、まあとりあえず、ご飯でも食べながら今日の予定を決めようかという話をしてっていう感じだったんですよ。ちなみにアンさんは落選してますからね、落選してるんですけど、その会場でね実際のその FFRK プレイヤーとかワンチャン狭間さんとかタケさんとか高橋愛さんとかにも遭遇できるんじゃなかろうかみたいなところで、一緒にまあ賑やかし要員として行こうという話になって、アンさんも一緒に行ったわけなんですけど、でご飯食べて、まあ予定としてはどうせならね、せっかくだからアンさんの端末で使ってみた動画、まあ過去いろいろ出してきましたけど、どうせならリアルバージョン
実際に、そのね、僕がリアルにアンさんの端末借りて僕のねやってる様を撮りながら撮影するみたいな動画をねちょっと考えてやろうったんですよ。やったんですよ。やったんだけど、と動画がねアンさんの端末での動画保存できてなかったんですよ。なんかのミス、手違いなのか何だかミスなのかバグなのか分かんないけど撮れてなくて、うわーと思ったんで撮れてないですまあ、そう撮れてないんですよ。そこはまあ、まあ、もうそこも申し訳ない、まあ、これもトラブルの一つであって、でそのねその動画を撮った現場っていうのが秋葉原、ね、東京駅から近いんで、じゃあとりあえず秋葉原のパセラで撮ろうかとなって秋葉原に移動したんです。でその道中パセラに行く本当手前だね、手前の交差点の近くで、あの撮影してる人たち3人ぐらい、ディレクターと多分 AD の方と、あとあの制服着た若い女の子がいたのは分かってたんですよ。でそっちの方、まあパセラ行く都合上絶対そこ通らないといけなくて、普通にそこ通ってたらあの声かけられたんですよね。その多分ディレクターの方かな、ディレクターっぽい方に声かけられて、あの日本テレビの昼番組の撮影しているんですけどって話しかけられて、どうですかみたいな、もしよかったら出演してくださいませんかみたいな、取材ですよね、要は取材のやつを受けて、で時間あるしと思っていいですよって言ったのね。僕ちょっとアンさんにはあの待たせて申し訳ないけど、ちょっとそれは面白そうと思って取材受けたんですね。そのテレビ番組っていうのがあの10月の22日だったかなに放送予定の MC がかまいたちさんとか、元 AKB の指原莉乃さんとかが MC してる番組なのかな、僕全然わかんないですけど、そういった番組あるそうで、まあ ね、それのね取材、その多分1コーナーで使われるやつかな、街の街頭インタビューみたいな感じで、質問項目こう10項目ぐらい見せられて、この中で答えられそうな質問ありますかみたいな感じで、でなんかこれならいけそうですって言ってディレクターにねあらかじめこういて言って、これなら面白そうだなとかっていうのを多分ディレクターさんが判断して使うか使わないかみたいな感じなんで、面白そうなその質問内容だけ答えだけ、なんかそのね多分インタビューしてるその若い女の子全然知らない、僕は全然わかんないけど、もしかしたらなんかアイドルの子なのかもしんないけど全然わからなかったんで、あの申し訳ないんですけど、そうねそうインタビューするみたいな話で、僕が答えたのはね確かその今の職業を始めたきっかけ、だから僕だったら YouTuber とか、そう動画配信者始めたきっかけとか、あと芸能人だったら自分が誰に似てるかっていう話をしたんですよね。でそれがなんとなくディレクターさんになんか受けてたような感じがするんですけど、そう僕に似てる芸能人で2つくらい答えて、まあ僕は一番思ってるしね、多分結構一番他の人から他人からも理解得られやすいと思っているのが元 AKB の秋元才加さん、女性なんですけど写真めちゃくちゃ似てるだよね、僕に、僕の顔に、マジで女版ライムみたいな顔してるんで、僕はその同族嫌悪で全然好きになれないんですけど、女性としては見れないんですけどね、申し訳ないで、まあ、あの方も結婚してると思うんですが、そう秋元さやかさんにその当時 AKB の全盛期かな、なんか友達がめっちゃ好きで AKB が、でその AKB の中になんかねライムに似てる子がいるみたいな話になって、そんなやついるか、でも女性でしょみたいな、女の子で男の僕に似てるやついるかみたいななって、で見たら激似でこれはもう今まで行ってきて誰全員似てるって言われてますね、友達だったりとか、その時のディレクターさんとかね、その、まあ、インタビューしてた女の子も似てるって言って、まあそれは本当の気持ちで似てるかかテレビ的に似てるって言ってるのか分かんないですけど、まあそんな話があってそれをしてきたんですけど、ただもちろんね結構ね、そうパセラ僕らが出たパセラ僕ら2時間ぐらいいたと思うんですけど、2時間ぐらい経って外出てもまだインタビューしてたんで、おそらく面白い人、まあ多分10組とか分かんないですけど捕まえて、その中から面白い一番面白かったものを会社に帰って
ね、決めて放送するみたいな感じになるんで、一応その出演承諾書みたいなの書いていいですよって感じになったんですけど、僕の話がそのインタビューした中で面白くて使われるかどうかはまた別の話なので分かんないですけど、とりあえずそんな話したんで、まあお時間のある人とかはねぜひ見てほしいなと思う。まあそれ実際放送されたタイミングで僕もまたなんか動画作るかもしれない日テレで放送されたよってで一部地域じゃ多分見られない方もいると思うんですけど、今だったら TVer とかね、なんかあるいは Hulu とかでもなんか見逃し配信とかあるらしいんで、まあどうしても気になるって方はぜひね、あの見てほしいなと思う。まあ出てなかったらごめんなんだけどね、単純に僕の話がつまんなかったんだと思ってください。はい、っていう話、全然関係ないけどね生放送全く関係ないけど、そんなことがあって、でパセラを出てでとりあえずまだ時間早いけど渋谷行こうかってなって渋谷に行きまして、でまあ先に多分長期戦終わる、生放送は、ね、10時ぐらいだから今食べないと多分持たないよねと思って、先に渋谷の、会場付近のですね、渋谷パルコかな、パルコの地下のハンバーガー屋さんに行ってハンバーガー食べてみたいな感じでした。でそこから6時半ぐらいかなに、実際のその会場に行ったんですね。でそしたらあれ人あんまりいないな、まあでもこうまだ早いからなと思って、まああのアンさんと待機してたらね、いろんな方が、来て僕に気づいてくれて、一緒に写真撮ってくださいとか、普通にただ単純に話しかけてくれてる人とかもねいたりして、すごくそれは良かった。なるほどこういう人がライムファンなんだっていうね、非常に良かった。あとそう、中には魔石構成とかライムさんがやってる動画で紹介してるマスヒ構成まんまでやってますとかさ、そういう熱い言葉をかけてくれる人とかがいるので、マジでそういう言葉実際に受けるとやっぱりやってよかったなとか、アップしてよかったなと思って、あと自分がそう、それって完全に真似してくれるってことは完全に僕のやってる行動を全て肯定してくれてるってことじゃないですか、全肯定じゃないですか、いわば完全に。それって一番嬉しいことだよねと思って、まあ良かったです。攻略動画を名乗ってる甲斐があったというか、はい、まあそんなこともありつつ、でしばらくしてなんかあの見覚えある人来たんだよね。それがタケさんで、タケさんが来て、であれタケさんどうしたんですかって言ったら、まあもうリハーサルも終わってて、で今その会場入りする FFRK プレイヤーと交流したいとか、であとちょっと入り口が分かりづらいところにあるから入り口を誘導してるんですみたいな話をしてたんですね。でせっかくなのでまあタケさんと一緒にね写真撮ってもいいですかって言ったら、まあすごくね、すごく爽やかにいいですよと、まあ、さっき冒頭でも言いましたけど SNS とかでもアップしても大丈夫ですかって言ったら、全然大丈夫です、僕はフリー素材なのでってね、ライムと同じことを言ってましたけど、そうなのでこうやって掲載させていただいてるわけですが、非常に爽やかで終始笑顔でめちゃめちゃいい方でしたね、びっくりした。はい、でまあそんなこんなで会場近くちょっとね入り口間違えてたんだよね、僕とアンさんここじゃねえんだっていうね、タケさんいなかったらやばかったんですけど、そうってところで、その分かりづらかった入り口付近、ね、の入り口前にね案内してもらったらいっぱいいました、 FFRK 日記がFFR、 あなるほどこういう方たちが FFRK やってるコア層なんだなっていうね、完全にコアだよね、だってわざわざ抽選で当たって平日の渋谷の夜のね渋谷に行くなんてガチ勢しか行かないわけですから、ガチ勢しか揃ってない中なんだから、なるほどねと、まあ想像通りだったけどね、もちろんその僕とか配信者の方は動画のその視聴のアナリティクスってものが見れて、どんな方どの世代の方が見る僕の動画見てるかとかって分かるので、見れるので、一番やっぱり僕の動画見てる層、特に FFRK の動画見てる層でいうとアラフォーかな、アラフォー世代が一番多いので、まあ顔ぶれ見ても完全にそんな感じでした、30代以上全員で、まあ特に40代が多そうなっていう感じの見た目のね、まあ言ってしまえばおじさんたちが
っていうところだったんですけど、その中でもひときわね目立つ方がいて、あの入り口付近で赤いアフロをつけた仮装した不審人物がですね風船配ってたんですよ。はっと思ってなんだこの人と思って、近くにねまあいた人ってか一緒にそのね不審人物と一緒に来たっていう方がいて、この人はまあ普通にもちろん誰ですかって聞くわけじゃないですか。そしたらどうやらこの方があの皆さん、まあ、ご存知の方多いでしょう、配信者のクッキーさんっていうね方だったと当然まあ僕も知ってたんですけどまさかそのアフロしてる人がクッキーさんだとは思わなくてかなり面食らいましたけど、いやそのクッキーさんの話も聞くと、まあ残念ながらねクッキーさんはその観覧車には落選してたんですよ。多分ねその配信者界隈ではまあ応募しそもそもしなかった人はともかくとして、応募した上で落ちてる人は多分クッキーさんぐらいじゃないかな、多分僕が把握してる範囲では。なのでまあすごく残念ではあったんですけど、クッキーさん本人がめちゃめちゃ FFRK を盛り上げたいっていう気持ちですごい熱い気持ちを持った方なんですよね。まあそのまあ、動画の内容もそうですし、もちろんその本人のねその空気感もそうですし、すごく熱いで、その後、この後お話しますけど飲み会とかでもすごい熱いこと語ってる人だったのですごいなと思ったんですけど、で落ちたけどその熱い気持ちと風船を持って会場に来たらしい風船の意味は分かんないけど、そう要はペニーワイズにねその紛争してたわけですよ。なんでペニーワイズをチョイスしたのかは聞かなかったけど、そうそうそう、でそのね会場前のまあもちろん FFRK プレイヤーとか、あとタケさんとか関係者の方とか、あと全く関係ないたまたまそこを通った渋谷の通行人の方々にね風船を配ってたんですよ。若いやんちゃそうのね若者とかギャルとかFFRK ランドなのかなってねなってましたけどね。まあただ顔塗りとかしてなかったんで、まあ本当にただのアフロとね風船配りして謎の人になってたと思うんだけど、まあ不思議な光景でした。でそこでまあいろんな方もいたし、その話しかけてくれるライムだと知っててね分かってて話しかけてきてくれる方もいたんで、しばらくね7時半ぐらいまでかなその入り口前にまあいたんですけど、でまあいよいよ7時半になって開演30分前ぐらいでそろそろ会場入りしようかなと思って、まあアンさんとか、クッキーさんたちと別れてのね入り口からの長い階段、結構長かったね、地下2階まであるのかな、地下2階までの階段を降りて、もう地下2階だともう電波も届かなくてですね、ちょっと受付でもたもたしたりもありましたが、電波届かぬ異境のフロアへ到達したわけです。でその会場がちょっと想像と違ってたんですけどね、あのとりあえずその階段降りて受付すぐもう受付入ってすぐ受付みたいのがあって、で多分スクエニのスタッフさんなのかな、多分会場のスタッフさんなのかスクエニのスタッフさんなのか分かんないですけど、会場のスタッフはないのか、スクエニさんなのかな、ライムさんですかって話しかけられて、えもちろん僕は何もあれですよ、その ID とかも提示してないし、ただその受付で最初のねその受付しようと思った矢先に最初に向こうから話しかけてくれて、ライムさんですかって、えもちろんこんにちはライムですってかましましたけど、スタッフさんでも見てる人いるんだってなって恐ろしくなりましたけどねまあそうは言っても別にねスタッフの方が見てると言っても僕は一切忖度する気はないですけど、そうまあなるほどと思って、まあ中にはいるかと思って、そうそんな感じでした。で、そのスタッフさんがいた受付でその番号を手渡されたんですよね。その番号の席に座ってくださいみたいな感じで39番、僕がまあそれいいのか悪いのかっていう感じだったんですけど、前の席から1番っていう番号を振ってあるんで、僕は4列目ですね、左側の席の4列目に着席したっていう感じだったの でただ運が良くて僕のちょうど席の真ん前2つの席空いてて、でその一番先頭の最前列に1人だけ座ってたんですけど、僕の前2席が
空席だったんですよ。人がいなくて、なんでかキャンセルしたのか来れなくなってしまったのかわかんないけど、たまたま空いてて、で席順、生放送のその席のところで言うと、たけさんの真ん前かな、たけさんがめちゃめちゃよく見えたっていう感じだったんですよ。まあ後でね、その終わった後、終わった後なんかたけさんが結構僕が目に入るからずっと腕組んでたよねみたいなこと言ってたけど、腕はそんな組んでないと思う腕組んでた場面もあったと思うけど、そんなに組んでないと思う、たけさん、僕はっていうことがありましたけど、そうで、そのね、会場まで、まあ、あと30分ぐらいあって、でその空気感、会場の空気感がちょっとイメージしてたのと違って、僕はもっとパーティー感、パーティー会場感を意識というか想像してたんですよ。で席の感じも、そのただ椅子が6席6列の2セットくらいずらって並べられてるような感じで、まあ本当になんかただの観覧っていう感じのもので、全然テーブル席でも何でもなかったんで、ちょっとそこで開演前に動画とかね撮りたいなと思ってたんですけど、空気もそうだし、そういうタイプの席だし、これはここで動画とか撮ってたら他の人にすごく迷惑かかりそうだなと思って、さすがに迷惑 YouTuber っていうねレッテルを貼られたくなかったので撮りませんでした。自重しました。これ動画撮り終わってからかなみたいな。でそうそうそう、あ、その会場のもう入り口も階段しかなくて、その取れるようなスペースもなかったんだよね。で一方でその会場の外はもう普通にただの渋谷の路上なんで、別に明るくもないしみたいなところで、なかなかちょっと動画の撮影は厳しそうだなみたいな環境だったんで、撮れずじまいだったんですよね、そこでは。でその僕が着席した席の話で言うと、完全に多分ランダムだと思うんですけど、僕が座った斜めの席の並び、右斜めっていう並びが、まあ、ガチ勢の方としてはおなじみ、まあ、ハイスコアチャレンジでもよく名前出てましたね、ペペさんとか、ソチョさんとか、モッサンさん、そして僕がライムってその並びになってました、まあ、だから何って話なんだけどなるほどね、こういう方たちがハイスコアチャレンジで頑張ってる人たちなんだっていうね、すごくその勉強になったというか、すごく有意義な時間でした、有意義な並びでしたまあそのお三方は僕を何も意識してないでしょうけどね僕が一人で勝手に感動してたっていうだけなんですけど、でまあそんな会場でですよ、まあもう、あ、動画もこれ無理だわと思って、で特別隣の方とかも面識もない方だったんで、静かにね、誰にも迷惑かけまいと静かに待機してたら、会場の中では結構珍しいタイプの、そうさっきあのね、会場のその会場っていうか FFRK の主なファン層が、30代以上アラフォーが一番多いっていう話で、まあ見た目の雰囲気で言ったので、見た目の雰囲気で言うと、まあ課長クラスの方々が揃ってるような現場まあこう言えば大体なんとなくわかるかなと思うんですけど、そういう方々が多い中で、なんかひときわ目立つイケメン、マスクしててもイケメンだなってわかる修二さんっていうね、まあ、ツイッターやってる方ならわかるかなと思うんですけど、あとその会場70人ぐらい確か当選者いるんですけど、こう言っての女性プレイヤーの方、まあ、後から話聞くと KJ マックスさんっていう方なんですけど、っていう方が話しかけてくれたんですよね。でこの2人はツイッターとかで全く絡んだことなかったんだけど、僕が勝手に知ってて、2人とも心の中で勝手にリスペクトしてたんですよね。その2人がたまたま話しかけてくれた2人がたまたま知ってて、で修二さんに関してはその当時の FF8 の波流で誰も塗り替えられない最速のタイムを出したっていうね、凄腕プレイヤーなんですよ。なんかまあその時 FF8 波流で、まあ、本人もね、その誰にも塗り替えられないやべえ記録作ってやろうっていうのですごい熱意で、まあ、頑張ったらしいんですけど、まあ、そういった方々で、あ、そういった方で、僕も、まあ、そのね、記録とか、熱意を知ってたから、勝手に、絡んだことないけど、勝手にリスペクトしてたんですよ、心の中でね。で、まあ、その修二さんが、ね、唐突に話しかけてきてくれて、なんでかわかんないんですけど、修二さんって、すごく僕のこと好きっていうね、
なんかオーラというか熱量を感じて、なんか話によると人見知りなんですけど2年前からアイムさんに会ったら絶対話しかけるって決めてたんで話しかけましたっていうねことをおっしゃっておりました。多分その会場で一番のライム熱があったんじゃないかなと思う。多分まあもちろんその後ね会場後に、まあ、ツーショット写真もね撮ったりとか、まあ、いろいろ一番修司さんと話してると思うんだけど、そう、そんなこともありつつ、で一方でこう言ったの KJ マックスさんについては実際に会うまで全然もちろんね顔も何も知らないのでおっさんだと思ってたんですよ。当然ながら普通に30代40代のおっさんなんだろうなと思ってたんですけど、なんで僕が KJ マックスさん知ってたかっていうと、ハイスクアチャレンジまだ僕がやってた時、第1回と名爆ジェクトしかやってませんけど他のハイスクアチャレンジ一切やってませんが、その時になんか一つの目標として勝手に意識してたんですよね。トップ10はそもそもなんか狙う気はないなと思ってて、なんとなくそのハイスクアチャレンジやった時によく自分の近くで目に入りがちで、名前もちょっとなんか覚えやすかったんですよね。個人的に覚えやすい方で KJ マックスさんっていう方がいて、しかもその方毎回なんかハイスクアチャレンジやってるみたいで、なんとなくまあ今回のさて今日の KJ マックスさんは何位かなとかさて今回のハイスクアチャレンジ KJ マックスさんはどこかなとかって勝手に見てた人なんですよ。でまさかお会いすることになるとは思わなくて、でしかも FFRK には絶対いないと思っていた活発そうで可愛い系で20代女性のプレイヤーっていうね、絶対いないと思ってた層がそこにいたのでびっくりしましたけど、はい、まあそんなこともありけりで、まあ時間が来てついにね生放送が始まったわけです。で正直その生放送の内容ほとんどまあアーカイブで見ればあーってなるけどあんまり覚えてない。正直なんか感動がすごいあってあんまり覚えてないんですけど、まあやっぱりそのお三か前に出てるね4人の方々、演者の4人の方々もなんか緊張してるなっていうのも感じたし、まあお互いにとって初めての経験だからね、見てる人もそうだしやってる側も初めての経験なんで、そりゃそうかっていうね、ちょっと最初すごくお互い緊張感あったよね。最初タケさんとかが全然声出していいよみたいな話してましたけどね、全然声出せずみたいな感じでしたね。まあただまあ途中後でねアーカイブ見たらライム声出せとかライム感を感じさせろとかさみたいな、コメントしてくれてる方いたんですけど、僕結構声出してました。あの中で言うと、結構出してて、でただ僕がやりたかったのはさすがに1回ぐらいは狭間さんなり、まあ、竹さんでもいいけど、そのコメント拾われたいなっていうのがあって頑張ってたらね、冒頭のね狭間さんがウェイトじゃなくてアクティブでね狭間チャレンジやって敗北したんですよ。で多分見てたらやっぱタイミングがねずれたりとかしてちょっとまあ緊張とか焦ったりしたのもあって、本来まあできるような立ち回りじゃない立ち回りをしちゃったおかげで最後ちょっとグダってセフィロスが死んでもうどうしようもなくなったみたいな、ことがあったから、これ多分見ててウェイトモードなら絶対いけたよなって思っちゃって、まあ当然ねその後からアーカイブ見たらやっぱコメント欄でもウェイトモードでやれば多分いけるとかウェイトモードでやればみたいなコメントあったんですけど、僕も多分そのコメント書いてる人と同じ気持ちだったんだよね。多分ウェイトならいけるし、そんなにね生放送とか無理しなくてもいいんじゃないかと思ってウェイトでいいよって声かけたらね、狭間さんがまああの通りで返してくれてっていう感じだったんですよ。なのでまあそれが一番良かった、今回のこの生放送で、その公式生放送に僕の声が乗ったっていうのとね、その狭間さんと実質対話ができたみたいなところだし、狭間さんの覚悟というかねプライドとかかっこいいところも引き出せたのかなっていうところで非常にまあ良かった、有意義なまあ声掛けだったんじゃないかなと思って僕はすごく満足できたんですけど、ただねいろいろ僕隣で騒いでたんで、近くに僕の近くにいた人にはまあこいつうるせえなと多分思われてたんじゃないかなと思うんで、それは申し訳ないなと思うんですけど、はい、まあそんなこんなで生放送あって、あとあれか一番のその
演者側としてはその一番呼んだ理由としての生演奏だね、生演奏を聞かせたかったみたいなのがあると思うんですけど、生演奏すごかったね、すごかった。あのやっぱ動画でとかでね普段見てる演奏と違って、やっぱ普通にやっぱスタジオ環境みたいな、ちゃんとライブハウスみたいな環境での音響なのですごかった。ベースのズンズン度とかね、あの片翼の天使のザッザッザッザがズン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 だったから、それぐらいもう、まあ、これで伝わったか知んないけどすごかった、マジですごかったしか言えない語彙力がない全然伝わんないよねいやでも本当にね、あの生放送で正直そのやっぱどうしても解説動画とかのとかね、攻略勢からするとフェスとかの新しい情報アップデート情報とかに気が行きがちで、そこまで生演奏については重きを置いてなかったんですよ、僕の心の中では。あんまりまあ、ついでに見れたらみたいな感じだったんですけど、ちょっとそのもともと持ってたその熱量というかハードルが低かったせいもあるのか、すごい良かった演奏が、とにかく良かった、すごいね、やっぱこれはすごいわ。あ、本当にあの当たって良かったなって思ったし、当選して良かったです、すごいね、まあ、あれ本当にあの場にいた人しか分かんないし、で、あと普段ね動画とかであの生演奏とか終わったら、あの高橋愛さんとかね竹さんとかがその生演奏についてのコメントをしますけど、ね、結構感動的なコメントすると思うんですけど、まあ本当にマジでそんな感じ、なんか誇張してんじゃないのとかさ、当然ねなんかよいしょとかあるんじゃないのみたいな、忖度とかあるんじゃないのみたいな、ね、動画を 見てるだけだと思いがちなんですけど、実際会場行くとマジですごい、なるほどなって、本当にあれ感動したわ。これも僕もこれ忖度なしで言ってるけどマジですごかったので、まあ、本当に貴重な経験になりましたね。なるほどねと思って、すごくいいと思う。もうあの生演奏したなんかライブ CD まとめて出してほしいそしたら買うしみたいな、絶対買うのになと思って、もったいないよねその一夜限りのやつ、絶対あれ売れるしと思って、すごかったので、あれはね本当にいい経験でしたかね。はい、であとはもう生放送のあの動画を見てもらえば分かる通りの内容でしたけど、うん、でやっぱりオルランドのとこ一番前に行ってたよね、僕も普通に声漏れたし、もちろん漏れたし、まあ、オルランドそうだねが一番熱量高かったのかな。まあ狭間チャレンジで勝った時もそうですけど、まあそんな感じかな、とりあえず。で動画で映ってなかったところで言うと、動画の終わった後どうなるのかなと思って、公式生放送がね終わった後どうなるのかなと思ったら、なんかみんなでね会場にいた人たち全員で写真撮るみたいなこともやってましたけど、その写真が使われるかどうかわかんない、結局ツイートされたのが、公式からねツイートされたのがその時の演者さんだけの、まあ、集合写真がアップされてたんですけど、あれどうなんだろうね、ぜひね、あの今後どうするかわかんないとは言ってたんですけどね、わかりませんが、とりあえずそのみんなの会場写真もあのアップしてほしいなと思う、公式さんにはで、結局時間超したんだよね、もともとの放送時間予定大幅に過ぎて、まあ、そこではちょっとはしょった部分、まあ、この間の FFRK レポートの僕の解説動画でも語った内容ではあるんですけど、まあ、そちらをねカットしてちょっと時間をね押してたから短くしたみたいな短縮バージョンになってましたけど、はい、まあでもすごく楽しかったね、生放送、公式の放送本当に行けてよかったなって思いました。やっぱり全然動画で見るのと生でね体感するので全然違うんだなっていうのもあって、すごく良かった、いろんな意味で。はい、で、公式放送が終わって会場を後にして、しばらくねまあさすがにすぐさま帰るのもなんだなと思って、あの終電で帰るか一晩明かすかみたいなことを考えてたんですね。やっぱりその生放送のね解説動画即時アップしたいなっていう気持ちもあったので、その日のうちに帰ろうかな、どうしようかなって思ってた時に、外でね一緒にいた先ほどの修二さんとかクッキーさんとか、まあ、そういったあとソチョさんとかそういった方々がいて、まあ、ちょっと話が盛り上がってたんですよ、出口付近でね、会場に、まあ、入り口か外で
まあ、さっきペニーワイズが風船配ってたところで盛り上がってて、で、まあ、この後どうしますかって話の流れになって、まあ、ついでにね、あの本来は僕は多分誘われてなかったと思うんですけど、たまたまそこにいたので声かけてもらえて、クッキーさんに、で、まあ、飲みに行きましょうってなって、近くの飲み屋、渋谷の飲み屋に行って、ちょっとまあ終電まで飲みましょうかみたいな感じで行ったんです。でそこからが長かった。で結局、終電でちょっと帰ろうかなって気持ちもあったんだけど、 FRK のそのガチ勢がね、一堂に会す時ってなかなかないじゃないですか。だって配信者いっぱいいたしね、クッキーさん、ソチョさん、 DJ ソワライズさん、シュージさんとかね、で僕みたいな感じで飲み会やってて、でさすがに帰れないなと、そこで帰るのも違うなと思って、結局終電とかもすべて捨てて、もう朝まで飲み明かそうぜっていう気持ちになって、まあ、ずっとそこにいたわけですけど、でその中でね、あのいろいろトークしてて、隠し撮りもしてたんですよ私ね、さっき冒頭で言ったかもしれないけど、隠し撮りしてて、その動画っていうか音声データをすべて載せるのも良くない、ちょっとやっぱどうしてもやっぱそこでしか話せない内容とか飲み会乗りというかそういったものもあるので、当たり障りのない内容、一番当たり障りのない内容だけ切り出してちょっとアップしようかなと思います。ライムがひたすらよいしょされてるところとか。で画像はね、あの動画の絵はないので、音声データだけなので、そこら辺はあのご勘弁願いたいなと思うんですけど、普通にただの居酒屋だったしね、顔出し NG の方も当然いるでしょうからっていう感じなんですけど、一応すごい熱い話もあったっていうところ、なんかやっぱり当然ながらそこまであの熱を持った方々なのですごかった。でなかなか僕もね、ガチ勢の方の意見聞けることってないんですよ。よく一緒に遊んでるアンさんとかね、黒桜さんとかはやってる歴がね、黒桜さんもかなり長めずっとやってるんですけど、基本無課金の方で、そこまでそのプレイもその実際にほぼオートで勝てるとこしかやらないぐらいの、まあ、ライトな感じで、アンさんに関しても、まあ、アンさんの玉で使ってみた動画でお分かりの通りっていう感じなので、そこまでその超ガチガチにやってるっていうわけじゃないんですね、僕の知り合いが。なので今回の機会もう本当にね、ソチョさんなんかは多分 FFRK 界で一番課金してるプレイヤーだと思うんで、そういった方がどんな人なのかっていうところも気になってたし、で修二さんは先ほど言ったよね、あのすごいあの熱量で、ハリウの誰にも塗り替えられないタイムを俺が作ってやるっていう気持ちで、まあ、やってた方とかね、だったりとか、クッキーさんに関してもさっき言った感じでめちゃめちゃ熱いんですよね。クッキーさんの熱量すごいよねって思うんだけど、そうペニーワイズに紛争するくらい熱い方なのでみたいなところもあって、あと DJ ソワライズさんも、まあ、知ってる方はいると思うんですけど、あの方も喋りが喋りの熱量すごいよね。初めてちゃんとお話しする機会がありましたけどね、みたいな方で、まあ、全員ちゃんとね FFRK 好きでやってるっていう方々なんで、めちゃめちゃ熱い感じでお話できたのが良かったのかなとか思ってます。はい、そんな感じなんで、一部抜粋した、一部どころか動画本来は多分1時間半ぐらい撮ってたんですよ。結局僕朝の朝の6時ぐらいまで渋谷にいたのかな、朝の4時ぐらいでちょっとお店放り出されて、その後 1,2 時間結局なんか外でなんか喋ってるみたいな、渋谷駅の前で喋ってるみたいな感じになったんですけど、はいって感じかな。とりあえずめちゃめちゃ楽しかったんですかね。であとはそうまあそんな感じだね。その当日はまあこれだけは言っとくと、本当にありがとうございました。運営チームの皆さん、それから関係者の方々、そしてライムをいつも応援してくれてる方々だったりとか、あと先ほどから言ってるようなね、飲み会誘ってくれた方々とか、非常に有意義な時間でした。楽しかったです。また機会があればね、ぜひね、皆さんとお会いしたりとか、まあ、そういった機会があればまたね、公式生放送参加できる機会があったらぜひ楽しみにしたいなと思っております。ということで最後は僕が勝手に
あの盗撮盗撮か盗撮してた音声データ流出させようと思っているの、あ、もちろん本人に許可得てるからね、この動画アップするってことは本人に許可得てるんで、その上で盗撮データアップしたいと思いますので、ぜひね、聞いてやってください。それではどうぞ。いつから海外とかで仕事されてるんですか？仕事は、海外に行ったのは25から15年前で、日本帰ってきたりとか海外勤務があったりとかっていうのは、ソチさんのもったいないところって、海外変わってないか、場所が変わってからその Wi-Fi のつながりがめちゃめちゃ弱くて、動画を出せなくなってたっていうのはちょっと、ある意味だからファンとして寂しかったんですよ。やっぱみんながこうライブさんもそうだし、ザボさんとかもそうだけど、出してるやつを、まあでも動画出さなくなっても、ちゃんと今日お呼ばれしたから。あ、そうなんやっぱトップランカーじゃないですか。トップランカーでも1とってね、こうでね。でもトップランカーイコール課金はもう絶対必須じゃないですか。課金額に伴った人がやっぱ上に行ってるから、それは選ばれるじゃないですか。なんか僕これ結構アンケートに書いてるんですけど、トップランカーとかタイムアタックとかだけじゃない人も課金してる人って結構いると思うんですよ。僕がエンジョイ勢で課金してるタイプだから、ぶっちゃけ言ったらエンジョイ勢レベルじゃないぐらい課金してる。だって僕前の言うな、10万使ったからね。10万、だってあれ使う人いないでしょ。店員1個も出なかったんですよ。10万の超絶ぐらいの時泣きそうになったっすよ。最近すごいな、物価ちょっとね、すごい物欲センサーなんだっけ、FF 点価ちょうランキングだったじゃん。その時に言うなのに究極と戦技かなんか出てて、天井は200年行っても1個も出なかったんですよ。すごいな、他全部買うので。300円超えたっすよ。その人なんか多いとも推しセンサーみたいなのがあるとしか思えないですよ、でも僕機能結構出てくるんですよ。あ、そうなんですか。なんか引きたいのを限ってしまう。狙ったぶっ壊れだったバンの D 角とロックの D 角は結局出なくて諦めたみたいな。その今だったらノリ線入りましたけど、ヘルツェア面白いっおそちょさんの動画見るの途中からやめたんですが、いたたまれません。もうちょっと見てるこっちが苦しくなってきて、すごいですよ。いやでも最近もう本当にガチャアスピートしますよ。直近のやつでひどかったのはギルの4ガチャ、165連でギルが1個も出なかったっていう。40連すごいな、やばいっす。うわーと思って、でもその後22連ぐらいして3つ出て1個交換、それで心折れないのがすごい。いやでも 4K 折れてないじゃん。あ、まあ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 、結局最後まで。ここでタイヤでやってますよ。結構配信者として回すっていうの好きですね。あ、確かに反応しない。もうなんか途中まで行っちゃうともうどうにでもなーれっていう気分になるんで。予定より回してます。予定より結局回してることほぼ多いですね。動画撮ってるあるあるです。ネタになるからね。だから、まあ、美味しいと思うしかないなって。でも累積で言ったら、ソートさんはだいぶ課金税の中でトップ取引だから。トップじゃないですか。やってるイメージ。もうだってぶっちゃけ車何台？めっちゃ何台持ってますけど。ベントレー買います。一番若いから。多分3K とか言ってると思う。3000万。若いやつ。だって。年間で、まあ、カズさんとかにもカズさんが一番見てる時にいくら買ってんすかって聞いたら、やっぱ年間400近く行ってる。年間400、年間400って言ってた。すごいっすね。そんな使うんですかね。毎年車変えてる。そうそう、毎年使ってる。普通だったらなんか5年ローンとかに買うと思う。毎年買ってる。毎年買ってるみたいな。でも今海外に出てて、ちょっと得してるのが、iTunes カードをプレゼン、自分にプレゼントするっていうのをやって、でそうすると海外のクレジットカードも使えて、でそうすると安く、そう、今の円安の関係で、あ、そうです、5万円分が、300ドルちょっとで買えちゃう。なんかちょっと前の感覚だと5枚ゴール、ね、500ドルみたいな感覚だけど、300ドル上位で買えるんだったら安いやとかね、ポチ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 やってるから、常に割引みたいな結果迷い使っちゃうみたいな。それこそ僕
はカインのフード借りて、欲しいから分かったなと、カインのフード欲しいからだけで回したからね。かといって、そういう装備がどれぐらいいるんですかね。現状で見せないけど、どれでくが欲しいから。あ、でもネットとか見てると結構。あ、わかりました。ネット見てると結構いますよ。なんか新しいドレスライトだったから33年だけしようみたいな。その感覚わかるな。正直結構モヤモヤはありますよ。やっぱ FFRK って根底ってやっぱキャラゲーじゃないですか。キャラゲーです。キャラが好きでやってるからこそ、やっぱ性能よりもドレスレコード目当てで33年するみたいな人も一定数いるみたいな。この前初めて逃したなリックス。あー、はい、FX7 のモデルのあれ、いや、実際 何かも見れてなくて、あ、スルーした。そう、完全に忘れてて、後で弾こうと思ってたら終わってた。そうそう、唯一オリジナルのビックスがセブンの衣装になるやつ。この長い歴史の中でスルーしたのそれだけって恐ろしくない。いやいや、ドレレコはね、ドレレコはね、でも十分結構すごいでも言うて33連とか22連じゃん。言うてでも9周年のゲームなんで毎回あるわけじゃないから。まあ確かに。なんでそんな謙遜してるんですか。でも課金のドレレコはもう多分復刻もないだろうし、超レアで。そうそうそう。でもそういう風な特典をつけて33連ぐらいにすれば、まあ予算内だろうなっていうやらしいところになってます、ね。まあ、エンジョイでやったらエンドコンテンツやんないから、33年をミスリで使っても別にエンドコンテンツを倒すための D 学とか究極取らなくていいですから、別に。だから店名がめちゃめちゃいいですね。あの店名22円、めちゃめちゃいいです。1回22円のここにドレスでこのやつ33年やって炎上したっていう。僕あれでいいと思いますよ。2段にチェキ入ってるんですよ。だいぶ分かりやすい商法を取ってきたので、うん、でもあの22年のチェーン、ただガチ勢がすると22年でチェーンがあるところで1段に入ってないで、これが1段で引けなかったら2段引かなきゃいけないんじゃないかっていうのと、1段を引いて終わってさあ戦いに行こうっていうときにチェーン足んねえじゃないかっていうのになるっていうのは結構みんな言ってて、もうこれで勝ちだよね。納得いかねえよ。そもそもチェインはまずあのそのコンテンツが出た瞬間に出さないといけないと思うんだよ。だから第一弾で使えないといけない。ああ、そりゃそう。確かに。なんで第二弾に入れるっていう。金曜日出して土日月。そう、カプル役の要になるじゃないですか。そうそう、特にタイムアタックやってるからすると、なきゃ話にならないですよ。そうそう、そもそもだってそれ以外ってあのフレンドを使うしかないわけでしょ。そうそう、うん、モグの力を。あ、そうでもあそこら辺でだから名爆とかランキングをやってないのはそういうところもあると思うんですけど、金払うからモグの力をもっと与えてくれる。モグには150にしてくれる。勝てるよ。でもちょっと分からせなかった。分からせたかった。その時ドクターから言われたんです。ラボさんとかの連絡来て、熱いっすよ、ずっとやってる。みんなその最先端のやつ使ってるのか。あ、修二さんストイックだなと。全然絡んだこともないけどすごい人いるなって。なんかその時誰かがやってない役割をやりたかったのか、うん、常にゲームやってるって。なんかあの自分でタイムアタック、ね、あの最近やってないけどやってた時って画面を見なくてももう タップ位置で全部わかるって。音だけで倒せますよ、すごっ。よくはね、笑っちゃうかもしれないですけど、この音で国会で目隠してした状態で針なんですよ。マジですか。やばっ。8はもうそこまでもう指が覚えた。すごい、マジで。だから本当国会とかで嘘だったじゃあずっとこうやってやって国会できる。こういうふうに縛りあるすげえな、そこまでなと思って。まだいい。あ、大丈夫です。最初9秒台。9秒台。いや俺2年前に春9秒台出した。9秒台ですか。それも自分の中で3回クリアしても俺まだ30秒減してるぜって言ったの。タイムアタックとか
本当ガチ勢の人たちだけがこう大麻竹の感じに見えたりとかじゃなくて、課金しててすげえ装備揃ってるけど星六魔石とか破竜とかゼツもやってる勢結構いると思うんですよね。課金の割合はあると思うんですけど、そういう人たちがこうエンジョイできるようなコンテンツ、バトルコンテンツ以外のものをで楽しめて継続できるような、なんかその、まあ、ドレルごと集めるとかは本当それだと思うんですけど、そ, ううそれって難しいですよ。多分どっちかを立てるとどっちかが立たなくなるとか、まあまあまあ、普通に論理的に考えると、その立てない人ばっかりにせたら勝ってる人は結局つまんなくなる、まあ、でも勝ってる人がさっきの会社でお金を使ってるっていうだから、そっちに寄っちゃうのはビジネスで考えたらやっぱり仕方ないこと。その中でもスポーツだからうまくバランス取ってくれてる方なのかな。かなりデコパだけで見たら文句が出ちゃうかもしれないけど、いろんなゲームと比べたらやっぱりそれでもうまくバランス取ってるよねっていうゲームなのかなっていう。だから今その引き上げのためにその中間コンテンツで鏡映せし異形の記憶とか、そういうコンテンツ増やしたりとか、あとただエデンとか追加するだけじゃなくてギルガメッシュ追加したりとか、中間でもできるコンテンツ、古希の追憶もその下の難易度出したりとか一緒に、あれ確かにそうですね、ガチ勢からしてみると全然そこで得たアイテムを使って強化できるようになってる。まあでもギルドミッシュはだって前々からバフォメント階段ってあったわけだから、だから結局うまくこう強化できるように気を使ってくれる。めっちゃ気を使ってますよね。なんかあんまり褒めないというか、あんまりそのリスペクトされないですよね。だってちょっと遅すぎた感がある、どうしても。だって運営がなんかクラウドのバトルレッスンだけど、フルブレイクとかフルバフの概念を教え始めたのは本当最近の話だし、それ以前からずっと前からフルブレイクとかあるのに今更だからちょっと遅すぎた。その前に人が離れすぎちゃったりとかっていうのもあるし、しかもどれでことかのコンスタントに追加も割と最ここ最近で、もう一時止まってましたよね。だってライトユーザーなんかフルブレイクをフルバフで上書きできることすら普通は知らないですからね。だってネットとか調べるとか僕みたいな動画とか見るとかしないと絶対わかんないんで、普通にやってたらそれで察せる人なんて本当にいない。何も多分考えてなく本当にただ言いかけ使うとか、ライトさんの動画がそれだけやっぱりこう再生されてる、そんだけわかってる人がやっぱりいないから、ジャスティンさんとか伸びるのもすごい分かる、そうそうそう、あとお金儲けのために仕方なかったのかもしれないですけど、強制終了とか始まっちゃったじゃないですか。ああ昔はなんか反射バリアで、そうそうそう、ね、スノー、あのシルドラあたりとかはまだ反射バリアでいけたんですよね、確かに、ね、泥試合できるのもありっすよね。だから人口を残したいんだったら強制終了はない方が良かった、名瀑とかだったらまだ分かりますけどね。インドポンプその次に来たのがまとめ探しだった、完全な持ち物でした、なんで属性まとめ3段階以上ないと話にならないっていう、そういうのかけ方があったのかっていうところは、最初無課金だった。おで無課金の人の動画見まくって星5魔石まではクリアしてたんですよ、で星6魔石で一回心折られたんですよ、まとめ話が来て。あ、それまでは要はバツとか汎用性の玉ねぎとか汎用性ダークオーディまとわなくてもそうだし、いけちゃったから使ってできんじゃんと思って、できると思い込んで、俺頭いいなと思ってやってたんですよ。でも羽生9秒は頭いいっすよ。いや、まあ、それはまた進化したと思って、結局まとめ話してつまんなかった。6魔石の導入時はやばかったの、タイタンの時。だってアビ教官っていうのまさにですよね。あれ結構やばかったで、俺も決意したんです、このままやめるか課金して戻るかって。やめるまでで課金して戻るって、そこから課金が始まっちゃったり。でも今中長期的コンテンツ、何だっけ、ギルガメッシュとかとバトルしてたとか運営が今クリアできなくてもゼツムとか、そのうち勝てるようになりますよっていうのを言ってたのに、今初日ですね。そう、今やんないといけないでしょっていうランキングやったりとか。確かに、確かに、なんかだいぶせかされてますね。そう、ナイトメア出た時どうやって1倒すのか、3どうやって倒すんだろうと思いました。9じゃなくて新しい、だって今ランキング配信のチャレンジ終わっちゃったらどうしようもなく聞かなくなるよ。
それで果たしてそれでいいのかって思われます。本当一部の超ランキングに参加してるお金使う人たちで競わせて、そこでお金を生ませてるんじゃないですか。だから瞬発的なお金はそこで生むことができるんですけど、終わった瞬間もマジで誰もですよ。もう余分じゃないですか。だからもう今末期ですね。今消費型コンテンツですね。だからゲーム自体でその魅力で面白さでお金を使わせるんじゃなくて、今いるお金使ってる人たちの競争心を煽って一時の収入を正直出てるんじゃないかな。確かにライブさんの声めっちゃ聞きやすいですね。いやそう本当ですか。はい、てか僕ライブさんのもうすごいなと思うのは仕事めっちゃ早い。新しい動画の解説、攻略、それガチャ紹介、これを引くべき、はい、中級賞とかライト勢向けにもやるんだけど、自分はちゃんと課金をして最新コンテンツもやるし、使ってみた動画もやるし、他のやつもやって、他のゲームやってる。なんか配信したり動画上げてない人ってそこまで多分余計イメージできないんですよ。このスピード感で技を検証して動画に作ってるってことは相当すごい。 それだけ時間割いてるから、まあ、確かにタイムアタックやってる時間はこれじゃないよねって使ってるのも、最近弾いたやつ使ってみたらしなっていろんなことが加味されて、なんでこんな感じでこれとかっていう言葉が出てくる。早いと思いますよ。何のイメージもできてないじゃん。でも30秒切りしてますよね。一応動画は全部基本、ね、最近のやつは全部それで遅いって言われたらだって こっちはそこまで加味して見てます。配信者の俺すげえなと思ってやってんだから、ただ妥協して動画出すじゃないですか。正直にそうやっぱ詰めるけど、ね、どこまでかってやってる編集にしてもタイムにしても詰めれるけど、まあ、この辺でいいやっていうところで上げてるだけで、それが実力じゃないよって、それハイスコアチャレンジ見れば分かるだろうってちなみにそれで例えばトップ3で入ったとしても褒めないんですよ、そういう人たちって。まあ、どうせ装備持ってるんだったらってなっちゃうんですね。いや、だってここに比較されたら誰だってダメだよ。だってライブさん、イケメンです。イケメンのこう顔出しの配信者でもそりゃ1万超えますよ。